会議を開きます。裁判所の司法行政、法務行政および検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。各件調査のため、本日政府参考人として警察庁長官官房審議官立川浩一さん、警察庁長官官房審議官河野誠さん、金融庁総合政策局審議官由布元幸さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山拓司さん、法務省民事局長小出邦夫さん、法務省刑事局長小山大二さん、法務省人権擁護局長菊池博さん、および出入国在留管理庁次長高島則光さんの出席をもとに説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。次、高木蓮太郎。